はい、おはようございます。さしこちゃんです。今日で、えっ、ー、と、今日で60ですね。今日で60日となりました。え、60、60だね。<laughs> はい、60日となりました。さしこちゃんです。始めたいと思います。よろしくお願いします。頑張ります。えっ、ー、と、で、これですね。 昨日から始まりましたね。二色目が高倍で始まりました。よろしくお願いします。<laughs> ね、楽しみね、何,何で何で二色目をやるのかを楽しみにされていた方はどうだったですかね。ね、予想してた方、してない方、全然どうでもいい方。<laughs> <laughs> いっぱいいると思うんですけど、まあ、予想してくださってた方はね予想が当たったり外れたりがもう楽しみに、ね、していただくとね,ねちょっとこれが楽しみでもあったって勝手に僕は思ってるんですけど楽しみ予想、ね、予想を楽しんでいただけてればいいなと思ってあえてこう最初からね言わずに。 で,した、ね、で終わってもう今日からはバンバンさしていきたいと、ね、あとはもう終わりに向かってねさしていこうというところですね,ね頑張りますよろしくお願いしますえっとあと昨日まででしたね手拭い点もちょっともう DM をこれね昨日までだったんですけど昨日もご来店いただいた皆さん ありがとうございましたそして期間中ねいらしていただいたお客様皆さんですねであとインターネット等でご購入いただいたお客様ですねありがとうございました今日ちょっと店主がいないんですけどこの場を借りてちょっと僕の方からありがとうございましたというか感謝の気持ちをねお伝えさせていただきますねなんかあの店主が昨日、まあ、お店のこととかじゃなくて昨日なんか NHK「えっと、NH で朝一ってあるんですけどそれのそれの特集が手拭い特集だったみたいで「昨日朝一が手拭い特集だったよ」っていうのをね <laughs> お,店お店が同行とかいう話の前にそっちの話が先に来てまあ店主っぽいんですけどああそうだったのって話でで僕もあのー NHK プラスであの見逃し配信があるんでそれでちょっとだけまだ全部見てないんですけどそれをまあ1週間以内で見て見てまた何かこうこの幸子ちゃんの時ね時間でお伝えできればなと思うんですけどちょっとしかまだ見てないんで何も伝えれないんですけどまあ先週は見たのかな見たみたいでじゃそれをね お客様にお伝えしていけばいいんじゃないって話はしたんですけどねまあ買っていただいたお客さんだったり、まあ、例えばインスタでねまあした,したのかな昨日インスタで投稿したのかなちょっと僕もまだそのインスタ投稿も見てないんですけどまあ例えば次回の手拭い点がある時にはそのなんかちょっと昨日見たやつのね知,知識というか見て知ったことをねお伝えしたりとかね 僕もちょっと見てみようかなと思ってちょっとだけ見てます。なんかこういろんな手拭いがあるんだねみたいなとこお店でねそれ紹介してるぐらいのとこまでしか見てないんですけどもし見られてる方はねうんうんって思うんでしょうけどまだ見られてない方は NHK プラスで見逃し配信が1週間多分1週間かなあるので。 お好きな方はですね見てみるといいのかなと思いました。ね。ちょっとしたお知らせですね。で、昨日が最終日だったということで、最終日はね、詳しくね、あんまり聞かなかったんですよね。疲れてたっぽい感じですけどね。<laughs> 疲れてたっぽいから <laughs>、もう結構早く寝たような感じがしますけどね、天衆ね。まあ、疲れますよね。お疲れ様でしたということ、ところですね。 お客様もありがとうございましたというところでねそんな中僕は2色 <laughs> 2色目を発表してたっていうねそんな中というか昨日はね昨日のさし子は2色目をいよいよ発表の回でしたねでコメントも頂きましたねたくさんねコメント紹介していきますえっと まずは、まリえさんからですね。まリえさん、ありがとうございます。2色目。私の考えていた色とは、あ、全然違いました。あ、全然違いましたか。あら、なんだったんでしょうね。あ、書いてんのかなちょっと、あ、書いてるね。私、<laughs> すいません。読まずに、ちょっとすぐ感想を言っちゃったんですけど。私は、レモン色かなあーと、想像していました。あー、レモンね。黄色。うんうん。いいですよね。黄色もね。 レモン色かなぁと想像していましたと。で、刺し子ちゃんが刺しているんだから好きな色でいいんですよね。ああ、そうですね。もう、まあ、僕がというかまあ好きな色を選んで刺せばいいってことですよね。で、まだまだ先は長い。<laughs> まだまだ先は長いけれど。わかってますね、もうマリエさんね。長いですよ、まだまだ。ね。 終わりそうな雰囲気出してますけど、まだまだですね。えっ、ー、と、頑張って指してくださいと。ありがとうございます。で、急がなくてもいいですよと。さしこちゃんのペースデート。ね、ありがとうございます。ね、もう、わかってますね。まだまだ先は長いけれど、で、ちょっと、笑ってしまったな。そうなんですよ。まあ、これまでも長かったんで、あと倍、倍あるというかね、あと半分。 あるって考えればねままだまだ長いんで,すでもこうでもというかマリーさんはレモンを予想してたんですねレモンもねいいかもしれないですねレモンレモンだとまたこの今の季節にもぴったりな夏らしさが出るかもしれない夏っぽさが出るかもしれない爽やかさがね加わってね いいいかもしれないですね、まあ、悩んだりあのシミュレーションした時にねいろいろこう悩ん,だ悩んだ色でもあるんですけどねレモンとかひまわりとかね今これにしましたねえー、っとじゃあありがとうございますマリエさん、ね、自分のペースでゆっくり進めていきますじゃ次いきましょうかね次はシポンさんですねシポンさんありがとうございます、えー さしこここちちちゃんんんにちはあこんにちはは私の2色目予想はカラシ色でしたお黄色系を予想される人が多いですねカラシ色をカラシを予想してたんですねでピンクも可愛いらしいですねと桜っぽいイメージですねそうですねねやっぱ、ね、春色春色ですからね春の気分で決めてましたからねで今日は えと仕事が休みだったので朝から家中の掃除をして旦那に昼ご飯を作り旦那と、えー、猫と3人で昼寝したりと充実した休日を過ごしましたよああいいですねいいですねもう充実したっておっしゃってるからいい,いい休みだったですねしポンさんねでもちろん刺し子も編み物もガンガンやってますとおお もう、ートが大丈夫になったって言ってたから、ガンガンやってますね。無理しないようにしてくださいね。ガンガン。ガンガン無理せず、やっていきましょう。あ、まだあった。<laughs> 終わろう。終わろうとした。まだあった。これから、えっ、ー、と、お盆まで休みがあ、あ、そうなんだ。これからお盆まで休みがないので、ああ、体調に気をつけつつ、仕事していかないとと。あ、そうなんです。じゃあ、お盆前までの最後の休みだったのかな ね、無理しないように本当にね体調に気をつけてください本当。で話は変わりますがえっ、ー、と旦那は刺し子ってよく <laughs>「分からないみたいですよと」とかっこ笑いと刺し子のことはちょっとあんまり理解されてないんですね「縫い」は「かっ縫い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 」縫い縫いって呼んでますかわいいですね縫い縫い <laughs> 縫うからねまあまあ縫うというか刺すんですけどね ぬいぬい、ぬいいぬいって呼んででますす <laughs> 可愛いですね急に可愛くなりましたね旦那さんねでだから私もつい刺し子とは言わないで縫い物って呼んだあそうか旦那さんも言うけど、えっと、旦那さんが言うからシュポンさんもこう縫い縫い,ぬいってあ縫い縫い縫いじゃない縫い物って言うんですねでシュポンさんが縫い物って言うもんだからもう旦那さんの中では縫い縫いになる <laughs> 面白指、ね、し子まあまあ呼び方はね別にねいいと思うんですけどまあそのシポンさんと旦那さんの中でのね共通語だ,だ,だからいいけどこう他の人と喋るとる時にね縫い抜いて知ってるって <laughs> いうこと言われたらね指し子知ってる人も「ん,ん?」ってなりますよね「何縫い抜いて」ってもう手芸とも思わないかもしれないですよね「縫い抜いて何」ってね。 なんか新しい、新しい、なんかだろうな。ぬいぬいって聞いたら何を思うかな。新しいぬいぬいか。やっぱでもぬっていう感じになっちゃうのかな。なんか別のことをね、想像する人もいるかもしれないですよね。ぬいぬいって言われるとね。だからシポンさんと旦那さんとの中での共通ワードでとどめとかないとね。なんか危険ですよね。旦那さんが。 あの外でというかねスポンさんとじゃない人との会話の中で「ぬいぬい」って言ってたらね <laughs> 何をんだぬいぬいってってなりますよね面白い、ね、でもかわいいですね「ぬいぬい」っていう呼び方ね「ぬいぬい」って呼んでるんですね <laughs> 面白いですねありがとうございますスポンさんねからしを想像してたんですねね購勾配でしたね ありがとうございました。じゃあ次はえーとうさっこさん、うさっこさんですね。うさこさんありがとうございます。どれだけ引っ張られたとしても、2色目は絶対白ネズだと。<laughs> 絶対ってついてますね。絶対白ネズだと思って、ノーホント待っていたところが、<laughs> ノーホントノーホントもう安心しきってた。絶対白ネズって思ったんですね。 なん,でなんで絶対、絶対白ネズって思ったのかな。シミュレーションの時に言ったのかな。何しも白根がいいって言ってたのかな。もうちょっと覚えてないんだよな。ねさっこさんも確信、もう確実に白ネズだっていうところで安心してた。のほほんしてたところが、えっ、ー、と、可愛い仕上がりになりそうで完成が楽しみですとね、裏切、期待裏切りましたね。僕がね。 まあ、期待裏切ったやりっていうか言うつもりもなかったんですけどね。一応ほら、春色、刺し子っていうコンセプトはね、あったからね、ちょっと要素、あ、あら、ちょっと困っちゃった。あ、あらー、こら、貫通してる。ちょやり直しそ <laughs> 気づいたなどこだ、これは。ね気づいた。うんん。え、ね、そうかな。ちょっとごめんなさいね、ゆさこさん。今、会話の途中でね。 気づいちゃったんでちょっとやり直します、ね、60日目にしてながらちょっとうさこさんの話に戻りましょうかねえー、っとねなんかあれあったんでしょうね白根津だっていうね揺るがない確信がねどっかで僕が出したんでしょうね白根津行くよっていう雰囲気をねだからそう思われたかもしれないけど 違ったと <laughs> いいね裏切りましたねいい意味でねそんなつもりはほんとなかったんですけどねまあでもそんなつもりなかったけど、まあ、の勾配勾配をにわせたこともなかったしまあ春色っていうのは言ってたからまあ分かるだろうわかる人ねそう予想はされるだろうなと思ってたんですけどね変なひねりもね ひねりもなくねつま <laughs> つまらない <laughs> ひねりもなくていう感じですけどまあまあでもこれでいきたかったんですねいろいろシミュレーションをした上でこれをにしたっていうところですうさこさんありがとうございますね楽しんでうさこさん楽しみにされてあこれどこだこれはここかここでじゃあ貫通したんだうさこさんはね楽しみにされてたから ね、よし、じゃあ次ですね。次のコメントをご紹介します。でここあこれ取れたね。ちょっと戻っちゃいましたけどやり直しました。じゃあ次がリボンの巻きさんです。リボンの巻きさんコメ,あコメントありがとうございます。ちょっと待ってね。針に糸通しますからね。えー、っとはい。じゃあこんばんはと。こんばんは。えー、巻きさんこんばんは。 夕飯の支度しながら、さしこちゃんのお返事聞いていましたあ。ありがとうございます。ピンクの糸を見たときは、ピンクかい、ピンクかーいピン、ピンクかいって声が大になりましたよと、ああ、もうツッコミ、ピンクかーいっていうね、大きめのやつですね。大きめのツッコミ出ましたね。<laughs> 大になりましたよと。犬、犬もびっくりして、ははは。 犬もびっくりピンクかあいて急にどうしたのねえマキさんどうしたのって思ったんでしょうね,ね飼ってるワンちゃんもねで春先に見た時は桜餅っぽいからピンクなのかなって思っていてなんかね一回ねマキさんがね言ったっていうかなんかこうマキさんもなんかピンクを使うみたいなのご自身がねコメント あの書いてくださっったたことがあった記憶がああ記憶るんですけどその時にねちょっと僕はドキッとしましたね。<laughs> って思いましたけどまあまあねこうポーカーフェイスというか顔,顔は見えないんですけどポーカーフェイスというかこう何事もなくコメントを読みましたね。でえー、っとどこまで読んだえ <laughs> っと待ってねピンクなのかなって思っていて もう夏なので黄色になるかもと予想していたのに違ったって声声出しつつ動画楽しんでましたとああなるほどね夏そうねちょっと昨日もタイトルで書いたんですけど季節がね変わる中でね色をこう夏寄りにするのかなって思ったんでしょうね もう夏なので黄色になるかもと。だから黄色って予想されてる方が多いのかな。で、えー、っとで、登山の時に後ろで待ってってふらふらしているサシコちゃん <laughs>。昨日言ったからね。登山というかまあ遠足でね。で、想像したらニヤニヤ出ちゃいましたと。悲しまないでください <laughs>。いえ、悲しんではないですけど <laughs>、悲しまないでください。 ちょっと先で待ちながらニヤニヤしているお姉ちゃんですと、ああ、ありがとうございます。で、追いつかれそうになると走って逃げて、面白がってる近所の上級生っていませんかだ。<laughs> あそういうこと。<laughs> マキさんはもう近所の上級生ね。僕は一生懸命走って追いかけてんだけど、面白がって逃げてんですね。そういう感じですよ、と。ニヤニヤと。 さあ、15柄まで来てくださいねーってね。ね、そういうおびき寄せがありますね。あの、コメントにね、書いてくださってたので、一つだけ言うと、あのー、あれですね、夏に、夏に、夏っぽいから夏に切り替えようっていうのは本当思ってなくて、あのー、 何ですかね最初に本当に最初にだから途中で変えたとかじゃなくて本当に最初に決めたのがこれだったんですよね。であともう一つ言うと候補がいくつかあるあったんですよ。候補がいくつかあったっていうのもあれだけど。店主、ね、には一応言ってえっとねあとね2つぐらいね糸をね僕買ってるんです。<laughs> でもねもうその最初のタイミングでもう勾配で決めてたからまあそこでこう気持ちが変わって変えることもできたんですけどもうもう本当に変えずに勾配にしましただからあのまあ最後の最後でまたね終わった時に本当はこれとこれも候補で上がってましたみたいなのもねお伝えしますよ第3第4の候補 だから僕はあと勾配以外にこの積み木用で一応こう3つですね3つ糸の候補はまあほぼほぼ勾配だったんですけどねでも一応これも買っといていいいうか買っていいかなっていうので店主には行って3つ買ったとそのうちがもう最,最有力候補の勾配だからもう気持ちは変わんなかったし またほら、買ったやつはまたどっかのタイミングでね、使えばいいかなって思ってたんですよね。だからまだ全然使ってない。まっさらな状態の糸があと2つありますね。はい。<laughs> ね一応、細くするとそういう感じです。だから全然変えるつもりなかったっていうことですね。夏だからとかね。えっ、ー、と、まきさんありがとうございます。あと、その、登山の話はね。 追いかけご、登山の話じゃないな。追いかけごこの話は、まあもう本当おっしゃる通りだと思いますね。もう逃げ、なかなかこう掴めない、掴めないですね。もうずっと鬼、鬼をやってる感じですね。鬼ごっこだったらね。<laughs> よし、ありがとうございます。えっと、じゃあ最後ですね。あ、ほら、最後は昨日初めてコメントくださったリエさんですね。リエさんって言ってますけど、いいですかね、リエさんでね。 ささんんんですねしここちちゃんこんにちは,こんにちはご丁寧な返信をいただきとても嬉しいです。あありがとう。いや、こちらこそもう本当、ありがとうございます。購入いただいて、まさかのね、コメントというかね、勘違いじゃなかったのが分かったから僕も嬉しかったです。ね、私の予想していた2色目は、あ、黄色、各ひまわり。ああ、やっぱ黄色だね。多いですね。黄色が。レモンとかね。 でもさしこちゃんの選ばれた勾配もとても綺麗な色ですよねってね。うんそうです。もう本当そう思います。1色目の若草色と合わせて素敵なさしこ付近ができると思います。ああありがとうございます。ね早く私も刺し始めてさしこちゃん追いかけあ追いかけたいと追いかけたいとん追いかけたいととても思っていますと。 追いかけたいとても思っていますね。これから配信楽しみにしています。ほら。リエさんがいましたね。<laughs> 僕が一番後ろじゃなかったのは理栄さんが今から刺して、まだ刺してなかったな。思い出したんだな。僕が一番最高尾を走ってると思ってたら、ね、いいですね。差し始めたら教えてくださいね。<laughs> 僕がもう、 僕の時のマキさんみたいにこう逃げ続ける。逃げ続けれればいいけどな。もうすぐ追いつかれそうだもんな。<laughs> ね。今、現時点ではまだリエさんは後ろの方、後ろの方ですね。僕の、僕よりもまだ後ろの方で準備してますね。まあ、でも、昨日もお伝えしたんですけど、慌てなくていいですよ。<laughs> どっちなんだって感じですけど。 慌ててなくていいですよもう、ね、動画もね見ながらだったらこういつでもねいいですし、ねまあ、気付いたら本当に追い抜かされてるっていうことはもう簡単に想像でき <laughs> 想像できるのでね、まあ、ちょっと僕はまだまだ今から指す方がねりさんのように指す方がいると思えばちょっとこう気持ちが楽に。 楽になりました <laughs>、ね、ありがとうございます。レーさんコメントね、あの一度いただくと書きやすくなるでしょう。う気持ちがちょっとね、最初ね抵抗というかあるんですけどね、最初にコメントくださるときはね、もうあの書ける時に、まあ、動画もそうですけど見れる時に見ていただければと思ってますので、よろしくお願いします。よし、じゃあ今日はここまででしょうかな。 ここまでにしましょうね。ぼちぼち進めてますね、やっぱほら昨日の動画はねやっぱこう気にしてくださる方もいたんでねコメントもたくさんいただきましたありがとうございますまたしばらくは <laughs> こんな感じで <laughs> なかなか終わらないさしくやっていくのでもしあのね興味があれば見ていただけると嬉しいです はい、じゃあ今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。